カノリ川は、愛知県を流れる一級河川、一級水系矢ギ川の支流。愛知県岡崎市の水田地帯から始まり、壁海大地の東側に広がるかつての矢ギ川の、氾濫源を流れて、安城市桜井町で支流の西カノリ川と合流。他にも、複数の水路を集めながら流下し、壁南市足林町付近で矢ギ川に合流する。江戸時代以降、周辺で、 農地開発が進められたが、矢作川の天井側かにより、排水困難となって水害が何度も発生、矢作川との合流点が幾度か下流に移されている。江戸時代初期の合流点は、現在の安城市木戸町付近であったが、天保9年には水路を改作して、安城島市島津町付近へ、昭和初期にも二度にわたって、合流点を下流に移した。流域では、 過去に、幾度となく、浸水被害が発生しているが、近年のものとしては、昭和36年梅雨前線豪雨や昭和46年8月、洪水、東海豪雨や平成20年8月末豪雨における被害が知られている。特に昭和46年8月洪水の際には、流域の3900ヘクタール余りが被害を受け、 浸水個数は床上、床下合わせて5889件に及んだが、以降も数年ごとに浸水被害が出ることがあり、1988年以降、下流域から河川改修を実施している。また、1968年に木戸町に非門と排水機を設置。2002年からカノ川排水機場の共用を開始しているほか、2013年5月から、 岡崎市とおはり町で岡崎市カノり排水機場が運用を開始した。カノリ川の流域では、弥生時代から江戸時代にかけての複数の遺跡が検出されており、かつては地元の遺跡名で呼ばれていたが、弥生時代から古墳時代にかけてのものについては、近年の発掘調査、研究によって同じ遺跡である可能性が高くなったため、現在では、 カノリガー流域遺跡群と総称されている。ありがとうございます。